東芝東芝府中事業所府中事業所難問の写真。写真奥にエレベーター足検討が見える。北府中駅横にある正門への通路航空写真に見る。府中事業所の様子。武蔵野線北府中駅からの引っ込み線が見える。1989年度撮影。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成東芝府中事業所は、東芝グループの生産拠点の一つ。東京都府中市東芝町一番地に所在する。主に産業機器、応援機器、鉄道車両、放送機器、通信機器などの開発、製造工場として機能している。本事業所は、東芝グループにおける原子力発電所向け充電事業や、新幹線や主に、 中華人民共和国向けの電気機関車などの鉄道事業、社会インフラ事業に関する研究開発、生産業務を行っている。敷地面積は約77万平米に及ぶ広大な工場施設で、最盛期には約3万人程度が勤務していた。その後の合理化などにより、人員規模は縮小し、正社員、契約社員、 派遣社員、常駐している出入り業者を含めても1万人程度とされる。隣接する東日本旅客鉄道武蔵野線北、府中駅には、東芝専用口が設けられている。また、北府中駅前の府中街道を走る京王バス、停留所は、東芝前としている。北府中駅構内から当事業所内へは専用線が、つながっており。 鉄道車両などの搬出入りに用いられる。敷地内には、旧日本国有鉄道の EF65 系電気、機関車が保管されている。敷地内には、東芝エレベータのエレベータ試験等が2棟あり、このうちの最も高い1棟は、府中市のランドマークとしても著名である。正門横には、広報施設が併設されている。事業所内には、従業員用、 食堂4カ所、喫茶店、従業員クラブ、体育館、社員寮、教育センター、売店、テニスコート、野球場、ラグビー場、移動売店など、多数の構成施設がある。事業所内には、東芝府中公式野球部があったが、川崎市を拠点とする、本社野球部に統合された。後にシドニーオリンピック、日本代表となる、イマ厚志をはじめとする数名が、 本社チームに合流したが、残留メンバーは、軟式野球部に加入した。軟式野球部は、公式野球部存在時にも活動しており、多数の全国大会出場実績もある。2009年度は、東京都軟式野球連盟のシードチームであり、東京都の競合チームの一つである。また、後に、NPB で三冠王に3度輝いた。 落合博光がかつてこの事業所で臨時公員として勤務していたが、落合自身も東芝府中公式野球部のメンバーであった。最も著名なのがジャパンラグビートップリーグに加盟している東芝ブレイブルーパスである。本事業所内にはラグビー場も設けられていることは前期したが、このラグビー場がブレイブルーパスの本拠地としての機能を有する。 かつて、広瀬敏郎が所属したほか、2020年現在、リーチマイケルや徳永義隆が所属している。サッカークラブの TFSC は、本事業所のサッカー部が、クラブチーム化されたものであり、現在も事業所内のグラウンドを本拠地としている。ありがとうございます。